ガイドとは原子炉においてキセノン百三十五の蓄積により一時的なさらなる出力低下を招く現象である。キセノン百三十五は原子炉内における核分裂反応によって生成される気体性放射性物質の一種で、中性子の吸収効果があるため、これが炉心に蓄積すると核分裂の進行が抑えられ、原子炉の熱出力が低下する。 一方、キセノン135は放射性物質であるため半減期を持って減少すると、ともに中性子を吸収して消滅するため、その生成、消滅のバランスによってある量を境に減少に転じ、原子炉の熱出力が若干戻ったところで平行に達する。つまり、キセノン135の蓄積量は一度平行に、 達すると、一定出力運転継続下では一定である。そこに、原子炉の熱出力を低下させた場合、中性子の吸収による減少量が少なくなることから、時間を置いて、ピークに達する。したがって、原子炉の熱出力を高出力から低出力に変えると、キセノン135が増加し、一時的にさらなる、原子炉の熱出力低下を招く。 そして、キセノン135は、減少に転じ、若干熱出力が増加した点で平行に達する。なお、原子炉の熱出力を増加させた場合は、その反対の減少が起こる。このようにキセノンが媒介して中性子の吸収量増減と、原子炉の熱出力の変動が、数時間以上の単位でゆっくり起こる現象が、一部で、言われる。 キセノンオーバーライド現象であり、専門的にはキセノン出力安定性問題と言われる。しかし、蒸気のように単純な原子炉の熱出力の上下動ではないことに注意が必要であり、これらの現象を原子炉における性の反応度フィードバックというのは厳密には誤りである。日本では原子力発電所において高出力から低出力へ切り替えるような負荷、 追随運転への安全性について、キセノンオーバーライド現象が問題と、原発反対派が取り上げているが、キセノンオーバーライド現象が、制御不能な短時間に起こるものとの誤解が元にある、ため、正当な批判とは言い難い。1980年頃以降に営業運転を開始した一部の商用発電路ではすでに設備的に、負荷追従運転が可能な状態であり、 電気事業法上も負荷追従運転が認可されているが、営業運転で負荷追従運転が実施されたのは、四国電力伊方発電所で試験的に実施された件が唯一である。なお、試験、研究路では、日本国内外を問わず週末ごとに軌道停止や、出力増減を繰り返す例は、珍しくない。また、負の反応ドフィードバックは、自己制御性とも言われており、 原子炉の安全性の一つとされている。図中は、キセノン135濃度は、原子炉停止後の連鎖反応度を示すであった。英語版ウィキペディアでは、キセノンオーバーライドと同様の現象が、要素ピットという語句で説明されている。これは、キセノン135生成の前段階の放射性、物質である要素135に由来する。 要素百三十五自体は中性子吸収効果はそれほど大きくないが崩壊により九十五パーセントがキセノン百三十五に変化するため原子炉の挙動を注視する際には無視できない物質となる要素百三十五やキセノン百三十五は原子炉が定常運転中は生成消滅が永続平行状態にあるが原子炉停止後はこの平行が崩れ 大量に残存した、要素135の崩壊とともに、キセノン135が生成され、キセノン135の急激な増大と同時に連鎖、反応度が穴に落ち込んだかのように低下するグラフを示す。要素ピットとは、このようなグラフを示し、再起動が一時的に困難となっている現象を形容したものである。なお、キセノン135と同様に、 原子炉内で生成される連鎖反応に悪影響を及ぼす中性子吸収物質としてはサマリウム149が知られており、こうした放射性物質による短期的な中性子捕獲は原子炉中毒と呼ばれる。逆に、ウ素などに代表される安定した物質の投入、または長寿命の各分裂性生物により長期的、 永続的な中性子捕獲が起きている状況は原子炉、スラッギングと呼ばれている。キセノン135をはじめとする大きな反応断面積を持ち、中性子を捕獲して原子炉の各分裂反応を阻害する物質全般は生成時の状況や物理的性質などにより様々な分類が存在するが、最終的には核毒物という名称でくくられることとなる。 ありがとうございます。